日本の会計基準についてです。日本の会計基準はガラパゴスで、国際会計基準の本格採用はまた先かと思います。リース物件が資産として計上しない点やいろいろごまかせる中小企業にはメリットが多いのが今の日本の会計かと思いますが、ゆうき先生がもう日本の会計の特徴はまた今後どうなる？僕別に外国の会計基準そこまで詳しくはないんですけど、ただ接待交際的なやつが経費になりがちなので、なのでそこら辺もあって、日本ってその居酒屋とかキャバクラとかっていうのが普及してるって言われるんですよね。他の国ってキャバクラみたいなのがあんまりない理由って経費で落ちないんですよ。アメリカで言いますと。なので、要はその自腹でキャバクラ行く人って多少はいるんですけど、基本的にはその会社の経費で行っての接待費みたいなのを落とす人が多いんですけど、でも基本的にはやっぱりその他の国って、いやいや、それ会社の事業と関係ないでしょっていうので経費として認められないので、なので結果としてキャバクラ的なものよりも直接的な、売春に近い行為の方が割とうまくいったりするんですけど、なのでそこら辺がその日本の特殊な状況なので、ただあと中国は多分経費で落ちるのかな、なので中国もキャバクラ的なものが結構あったりするんですけど、っていうのが、ただ文化もあるので、なので、なかなか一概にそれが変わるかというと変わらないんじゃないかなと思いますけど。